問。はい。これを積むときに工夫した点は？ BB 周りが一番重量の影響受けづらいって言われてます。なので最近ここら辺に工具を入れるものがあったりとか、内蔵したりとか、ここら辺ね、安定するんで。なので、重心だから？まあそうです。で、何が言いたいかっていうと、重いものは極力もう車体側、例えばサドルバックだったら重いものをここで、だんだん軽くして形状を作る。で、端っこの方は服とかでそのうまく膨らむように形状を作って、しっかり締めてやると。そうすることによって、まあ、あまり触れることがないです。なるほどね。重いのが広がってたらブレそうやな。で、フレームバックもそうです。フレームバックでいうと、先ほど言ったように BB 付近に重量を向けた方がいいので、一番下に重いものを入れるようにしてます。ハンドルバックも、まあ、同じなんですけど、こちら側に重いものを乗せたり、要はテントを一番こっち側に持ってきて、軽いその寝袋、ダウンの寝袋は、まあ、極端に前に出てるところと、っていう風に一応考えました、そこは。で、あとはまあフロントフォークにつけるこれ、なかなかつけれるモデルってもうそうそう、まあ、グラベルロードとかぐらいしかあんまないんですけど、ここにつける時の工夫は、今ディスクブレーキなので、ここに水が当たったら嫌なんですよ。なので、例えば、まあ、今は椅子とかにはなってるんですけど、もし例えばこういう水とかをつける場合は、こっちじゃなくて、こっちじゃなくて、こっちの方がいいです。なるほど。なんか水とか垂れて、ディスクローターに、かかっちゃうと、ブレーキングに影響出ちゃうので、なのでステムバックも右側にあえてやってます。まあ、あんまよっぽどないんですけど、本当は左側に置きたいと思ってるんですけど、それがまあパッキングの工夫かな。なるほどなるほど。まあ、結構家で暇だったんでいろいろ考えました、休み中に。乗れない分めっちゃ考えましたね。これが正解かわからないんですけど、とりあえず、まあ、全国的にもうそろそろ出てもいいんじゃないっていう時は、まあ、この仕様でまずは行ってみたいなと、で、行きつつ改善していきたいなと。そうね、やってみないとわかんないし、ね、そう。まあ、ただこだわりは物は全部結構軽いもの選んでます。登山経験も結構ありますので、登山もそうなんですけど、まあ、ウルトラライトパッキングって言って、もう要は軽ければ軽い方がいいわけよ。あとはこの買う時、このテントも買う時もそうなんですけど、ここの幅が何センチなんだっていうのをしっかり調べて買いました。要は420の幅なんですよ、ハンドルバーが。ってことは420の長さのものだったらここにつけれないわけですよ、こうやってはみ出て、だからそれも計算してぴったりくるやつをちゃんと選んでます。結構計算していろいろ買ってます。大変やね、これは。それが楽しい。はい、はい、これは一人で行くことを想定したパッキングですか？そうです。ということは自分で持ってくださいもしじゃあ私が一緒に行くとなったら、私は何を持てばいいですか？その時はもうバッグ背負う。ケンさんが？これプラス、ケンさんが30キロぐらい背負って、服だけでしょ。服だけでいいと思いますよ。でも持ってくの、登山用のリュック背負ってこうやって行きますね。ちょうどいいハンデやと思う。まあ、でもさ、リュックやったらちょっと疲れたし交代とかできるもんな、途中で。なんで交代する前提ない？なんで交代する前提ない？自分で持ってけや。じゃあクォーターで行くんやろ、行くとしたら。私クォーターか、クォーターで行くとしたらバイクパッキングってつけれるん？つけれる。今の理論で
つければいいです。クォーターにもこれつきますから。あ、つけれるね。別に関係ないです。グラベルロードだから。あの、なぜキャンプツーリングでグラベルロードに使ってるかっていうと、うん、オフロードも走りたいからっていう理由だけです。なのでこれをエボにつけても全然問題ないです。ただしハンドルバーバッグは、うん、アルミ素材を推奨しているのでカーボンの、ハンドルとかエアロ形状だとつきませんね、うん、このブラックバーンについてはですよ、うん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 、なので他の、まあ、アピジュラとか、そういうのだとついたりしますね。ただの紐でやるやつ、うん、でもね、初心者とか握力のない人やとあんまりハンドルにつけたくないかもしれない。ハンドルはだからサドルバッグだよね、うん、もしバイクパッキングで初めて、うん、まあまあ、日帰りからやりたいっていう人はサドルバッグがおすすめ、うん、まず1位、うんうん、2位はシートじゃあフレームバッグ、うん、2位はフレームバッグ、フレームバッグ結構便利、結構便利。ただしここの三角形の部分のサイズをしっかり測らないとダメです。測った上で買わんと無駄なスペースもあります。例えばあのブラックバーンのフレームバッグだと SML ってあるんですよ、うん、これは M です。 M、うん、L だと入りません、ここが。あ、そうなの。っていうのもちゃんと考えて買わなあかんし、ここの幅もね、幅も足ペダリングに影響しないかどうかっていうのも、ちゃんとスペックを見た上で買うのがいいです。でハンドルバーバッグ嫌な人は意外とこれおすすめ、すごいステムバッグ。これさっき言ったようにあのボトル入れるだけじゃなくてスマートフォンとか入れるにもすごい適してる、うん、で今ないんですけどトップキューバッグ、うん、これも、まあ、結構やってる人は多いと思います。うん、まあ、ハンドルバーバッグはあのピクニックライドでもそうですけど、うん、あの正直邪魔なんですよ、うん、ライトもここにつけれないし、うん、ここにつけなあかんくなっちゃうし、なのでハンドルバーバッグはあくまであのキャンプツーリングする場合、うん、例えば旅館に泊まるとか、うん、そういうのだったらあのハンドルバーバッグ一人で行く場合はいらないと思う、うん、から持っていかない、うん、だから旅館とかで2人で自転車旅行くんだったら、うん、ハンドルバーバッグの入るスペース分は持ってあげる荷物、うん、なるほど。服ね、そういうことね、うん、十分入るでしょ、このテントとか入ってるから、うん、っていう感じかな。とりあえず今までアピデュラも使ってるんですよ、全部、うん、過去の写真ここに貼っとく、うん、使ってて、あれはあれで完全防水ですごい良かったし、うん、パニアバッグ、うん、いわゆるツーリングのやつも使った、うん、あれはあれもすごい量が入って良かったんですけど、うん、やっぱり上りの時にちょっと後ろに引っ張られる感じがあって辛かった、うん、でバイクパッキングはここにギュッて重心を寄せれば、うん、結構バイクコントロールしやすいっていうのはありますね、うん、じゃあ本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。